自己単造弾、または爆発成形浸透る体は、成形作薬弾の一種である。しかし、基本的な原理は、モンロー・ノイマン効果による、従来の成形作薬弾とは全く異なり、爆薬レンズによる平面、爆合波とミスナイシャルディン効果による、爆とドロキ波の集中による圧力で、爆発成形浸透る体が形成される。有効射程は、 直径の1000倍程度と言われている。1943年に、ハンガリー軍の技術将校のミスナイ大佐と、ドイツ陸軍のシャルディン技師が、後にミスナイシャルディン効果と呼ばれることになる、爆発成形浸透ルタイの形成プロセスを解明した。この研究結果は長く渦漏れていたが、1980年代になってから見直され、自己単造弾として実用化されるようになった。 爆号によって、ライナーの融合によ弾性限界を超える圧力が生じると、金属ライナーが、バクトドロキ派の進行方向に沿って絞り込まれるように変形していき、圧力から解放されたライナーは、弾丸状の形状のまま目標に激突する。自己炭蔵が完了するまでの時間は、わずか400マイクロ秒ほどであり、弾頭は秒速2500から3000メートルで飛び出す。 これは、一般的な砲弾の3から4倍の速度で、保有する運動エネルギーは9から16倍に上り、強力な貫通力を発揮する。射出されたライナーは誘拐ではなく冷間炭造によって変形しているので、硬い弾丸となっている。重量体積あたりの威力では、自己炭造弾の方が優れているが、20センチメートルの貫通力を持たせるためには、 直径が20センチメートル以上必要である。現代の戦車砲弾やミサイルの弾頭としては、直径が課題となるため、装甲の薄い上面を狙ったり、元々の直径が大きい兵器に搭載される。ありがとうございます。